サッカーファンの皆さん、こんばんは。今夜はナイトゲームをお楽しみください。スタジアムは早くもサポーターの熱気に包まれています。実況は西岡明彦、解説には日本代表としても活躍した福西崇史さんをお迎えしています。すごい試合になりそうですね。チームは開幕戦で勝利を収めたこともあり、かなり調子を上げてきているようですね。この勢いのまま今日も勝利を狙っているんでしょう。ここで連勝できれば今シーズンはかなりいいところまでいけるんじゃないでしょうか。前に出しました。ワイナルドゥム、ボールを失います。よく見ていましたが、スルーパスが強すぎました。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。サポートを使えそうです。見事なタックルです。出足が鋭い。カットします。マイナスのクロスを入れた。ゴール前、期待も高まります。見事なパスですね。ゴールを狙う。なぜかシュートが入りません。このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。コーナーキックを蹴った。コーナーキックはキーパーが対処しました。相手が寄せてきました。ここは試合を止めます。フリーキックですね。これは見事なインターセプト。サイドをえぐって中を見る。このボールはクリア。素晴らしい読みでインターセプトしました。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。いいボールでしたが、ここはクリア。相手陣内でインターセプト。ボールはサイドの選手へ。ファーポストにクロスが渡る。ボールをクリアしました。クロスを出せるか。ボールをクリアしました。コーナーです。中を狙うか。チャンスにはつながらなかったようです。サイドから攻撃でしょうか。強く蹴りすぎたか。直接キーパーに渡りました。マークにつけていませんね。このミスは痛い。相手にパスを出しました。いい位置です。相手のさあリードできるか。このボールは止めただけ。クリアできるか。このクロスはやすやすとカットされました。リードを奪えるチャンスでしたが決められませんでした。
もう少し落ち着いて狙った方がいいでしょう。ここはクリアしました。バグナー、ベンゼマ、ドリブルでボールを前へ、キエリーニ、狙える位置です。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。クロスはブロックされる。ボールを入れました。キーパーがコーナーをパンチング。危険な位置です。緊張感が増してきます。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。ここはクリアを選択。あまり無理をしません。ベイル、ここはじっくりとパスを回しています。これはナイスインターセプト。コーナーキックです。勝ち越しゴールを奪えるでしょうか。コーナーから中へ。この攻撃は実を結びません。ボールを失います。サイドチェンジ、このパスはカットされました。アタッキングサードに入ってきた。前半終了で0対0。試合は動かないまま後半戦へと向かいます。前半終了です。どちらのチームもあまりチャンスを作れませんでした。サポーターのためにももう少し積極的な姿勢を見せ、さあ後半の45分が始まりますが、どのように動いてくると思われますか。どちらのチームもまずはボールを落ち着かせることが大切です。そしてお互いのポイントとなる選手を走らせることが重要になりますよね。ハーフタイム中にどのように仕切り直してきたのか楽しみですね。ベイル、ここから狙うのか。これを決めればリード。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。スローインです。主審がゲームを止めます。オフサイドです。ベンゼマ、あっとボールを奪われます。スペースに見事なスルーパス、ディフェンダーがブロックします。なんとか一息つきました。スローインです。クロスを狙ってくるか。どうだ。キーパー弾く。コーナーキックです。中に入れた。クロスをつないできます。シュートを狙う。
ブロックしました。試合はゴールキックから再開となります。これはスローインになります。ここはうまくボールを取りました。さあスタジアムのテンションが上がります。入れば1点リード。シュー先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。頭で決めましたね。一瞬の判断だったと思いますが見事な反応でした。ここから試合が慌ただしくなってまいります。ベンゼマボールを回してチャンスを伺います。クリアして危機を脱しました。スローインで再開です。中央にクロスが入る。ボールがこぼれました。クリアできるか。ここはしっかりクリアしました。ワイナルドゥム、さあ上げたい。ピンチを出します。笛が吹かれました。オフサイドです。ここはボールを奪取しました。このパスはカットされます。いいところを見ていました。うまいパス。ループシュートを狙った。チップシュート。キエディーニ、ボールをサイドへ振りました。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。自陣内でプレッシャーにさらされています。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。スローインで相手に渡してしまいました。何かあったんでしょうか。キエディーニ、高い位置で激しいプレス。ボールを取り戻しました。このミスは痛い。相手にパスを出しました。相手に奪われます。ここはクリアされました。このコーナーは誰に蹴るか。攻撃の流れを切ります。ベンゼマ、スルーパスが味方に通る。この攻撃は実を結びませんでしたね。サイドへ展開します。ワイナルドゥム、ボールを前に運んでいます。素晴らしいタックルです。ここは慎重に行きたい。スローインになりました。棚ボタのスローイン、攻守が変わります。キエディーニ、これはチャンス。信じられません。止めた。まずは1点返したい。ゴール。1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に指示を飛ばしていますね。終盤ですが
まだ結果は分かりませんよ。パスをカット、いい読みでした。これは見事なパスカットです。試合時間は残りわずかですが、ホームのサポーターは全く諦めていませんね。チームの力を信じています。ここは期待に応えて同点に追いつかないといけません。ファールの判定です。フリーキックですね。ゴールまで距離がありますし、選択肢としてパスもあります。クロスを狙ってくるか。ボールはカットされましたが、まだチャンス。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。ここで止められました。惜しかったですね。試合終了です。アウェーチームが勝利を収めました。接戦になりましたが、チームは巧みな試合運びを見せ、リードのまま勝利しました。ゲームをしっかりとコントロールできていましたし、監督の作戦勝ちといったところでしょうかね。